小泉恵子は日本の声楽家、音楽教育者。恵子という表記も見られる。1977年東京芸術大学卒業。畑中良介、三浦千鶴子に指示。1976年芸大在学中に芸大、メサイアにて、ソプラノソロ。卒業時には NHK 新人演奏会や FM リサイタルに出演。 1977年から1978年、米国サンフランシスコ音楽院に留学。レノ・アール・ホザックに、A、独歌曲とオペラ等、レオポルド・シモノーに、二日曲、特にベラローザから高く評価され、特別指導を受けた。東京芸術大学大学院修士終了。第一階層学堂日本歌曲コンクール第1位。山田工作賞、木下記念金メダル受賞。 九百九十二年十一月、第六十五回青の会、三吉明華曲のゆべにて、華曲集、生産量は秋全曲ソプラノ独唱九百九十三年一月一日、毎日芸術賞、特別賞を受賞。ロシア、フランス、イタリアなど、その活動は海外にも及び、九百九十七年六月、ロシアサンクトペテルブルクのスモルヌイ音楽堂にて、 エレーナ・オブラス・ツォアと、ジョイントリサイタル。長州総立ちのスタンディングオーベーションを受け、現地の各新聞批評にて絶賛された。1999年9月、ロシア・サンクトペテルブルクでのマリーンスキー劇場で、開催された第1回、エレーナ・オブラス・ツォア国際オペラコンクールの公式ゲスト、特別審査員。前夜、祭りコンサート及び開会記念コンサートで、 エレーナ・オブラスツアー、カリーナ・ゴルチャコ・ワラと共演。第4回の同コンクールからは審査員も務める。2000年5月新国立劇場小劇場において、新国立劇場、東京室内会劇場主催、オペラ400年記念カバレーリ作曲典霊劇、魂と肉体タイトルロール、魂役で出演。2003年第17回からは総学堂。 日本歌曲コンクール他の審査員も務める。現在、宗教曲、日本歌曲、オペラオペレッタ、現代曲など国内外で幅広い演奏活動を行っている。小泉の文下生で構成されている声楽家のグループ、小泉会が組織されており、音楽大学で声楽を勉強している学生や、その OBOG が中心メンバーとなって活動している。 聖徳大学人文学部音楽文化学科、大学院助教授を経て、2006年より、国立音楽大学、大学院准教授。国立音楽大学演奏、創作学科長、同大学院教授を経て、2020年現在は、国立音楽大学演奏、創作学科声学専修特任教授。青野会会員、東京室内歌劇場会員ほか、 現在入手可能なもののみを記した。歌唱力も、さることながら、容姿にも恵まれており、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団、第105回定期演奏会において、レハール、メリーウィドウが取り上げられる際、主役のハンナ役として指揮者の畑中良介が、抜擢したのが、当時芸大大学院在学中の小泉であった。その後もワグネルは2回、 メリーウィドウを演奏しているが、いずれも、反乱役は小泉が務めている。ABCDKO 技塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団、第105回定期演奏会パンフレットハット ABCDEFG、小泉慶子。国立音楽大学。2020年2月17日閲覧。ABC サンズパホール、小泉慶子。日本伝統文化振興財団。 2020年2月17日閲覧。声泉海さんのプロフィール。声泉海。2020年2月17日閲覧。AB、小泉恵子リサーチマップ。2020年2月17日閲覧。朝日音楽大学。音楽学部体験フェア2017。国立音楽大学。朝日新聞社。2020年2月17日閲覧。 小泉恵子、国立音楽大学。2020年10月28日閲覧。小泉稽子、アマゾン。2020年2月17日閲覧。演奏ライブラリー。慶応義塾。ワグネルソサイエティ男性合唱団。2020年2月17日閲覧。ありがとうございます。